皆さんこんにちは。ダシちゃんダンサーギャバンです。先ほどですね、ちょっとプロテインの紹介動画を撮ったんですけれども、そのまま引き続き、ちょっと今回ご紹介というか、ちょっと、話したいことがあったんで、立て続きに撮っております。ですね、何かっていうとですね、足の裏を、なるべくこう広く使おうっていうことですね。まあなんでちょっとアドバイスというか一つの参考に聞いていただければと思うんですけど、パウティとかするときって、要するに、足の中のどこ使うかっていう話させていただきましたけど、基本的にやっぱかかとが浮いてる状態なんで、ここの五指球の部分と指の部分になると思うんですけど、言うたらここすごい狭いじゃないですか。だからここの狭いところで、体の、重心を支えつつ、広いパオティをするって考えると、やっぱりここをいかに広く使えるかっていうのは、すごく大事なポイントなのかなと思ってます。それで、まあ、ちょっとですね、先週お子様の指導させていただいてた時に、まあ、足をですね、少しこう、握っているというか、こう、グーにしがちな、お子様がいたので、ちょっと気にはなってたんですけど、要するにですね、グーチョキパーでいうところの、基本的にはやっぱパーで、この、すいませんね、僕の汚い足で申し訳ないんですけど、この狭い面積をフルに活用して、こう地面を掴むってことを考えたら、まあだから、足の裏が手のひらとして考えてもらったら、やっぱりこう地面を、こうグーとか、ちょっと軽く握った状態で、この狭い面積で、地面を掴むんじゃなくて、やっぱりこの地面を思い切りこの手のひらを開いた状態でビトンと有効活用してもらいたいということなんですね。だから足もグーチョキパーで言うとやっぱりなるべくパーで開いていただいてこう地面を掴む。うん。そうすることでより力強いパオティもできるようになりますし、やはりこう体全体使う。だから足の裏も全体使っていただきたいんですね。ダンスやるときには、五指球も、指先もこう開いてもらって。うん。っていうことを、考えたときに、私ですね、たまたまなんですけど、昔クラシックバレエやってたっていうお話させていただいたと思うんですけど、新国立バレエ団のですね、すごく有名な女性のバレエダンサーの方が、私が所属してたそのバレースクールの方来てくださいまして、ご指導していただく機会があってですね、私にちょっと個人的なアドバイスで、ギャバンは足の裏がまだ全体使えてないと。だから一つワンランク上がるためには足の裏をフルでこう使った方がいいと。だからその時言われたのはですね、この足の、指先あるじゃないですか。指先はこう、ポコッと膨らんでますけど、それだけじゃなくて、この足の指の、まあ、通常はこう、なんていうんですかね、地面につかないであろう、この指の部分の、この幹の部分も、地面にビタッとつける。だからもう、この状態ですよね。この指先のポコッとした部分だけが地面について、この部分は、地面つかないってことじゃなくて、もうここすら、足の指のここすらこう地面にこうベッてこうつけるようになると、それこそバレリューとこうピルエットって言ってこう軽くねルルベ状態のまま回ったりっていうのありますけど、もうあそこの安定感とかやっぱ変わってくるっていうお話いただいて、あ、なるほどと。で、だからまあ今回の話ともちょっとリンクするかなと思いまして、その新国立バレエ団のですね、先輩ダンサーさんにアドバイスいただいたこととこうミックスしてお話ししたいなと思います。まあなんでタシちゃんダンスも言うとやっぱりこう、あの激しいパオティの動きを、足のつま先側、五指球二足分だけでこう支えるわけですから、やっぱり大変ですから、そう考えたら足の裏の吸盤をですね、なるべくこう広げる。グーのまんまでは、ね、吸引力というか、吸着力弱いですから、べっべっ、すぐ剥がれちゃいますよね。そうじゃなくて、足の裏の吸盤を、べっ、カエルの足のようにこう開いてもらって、っていうのはすごく大事なポイントかなと思います。で、その時に、先輩ダンサーの方から、どういうその練習方法があるか、鍛え方があるかって聞いた時に、タオルを用意しろと。で、タオルをですね、ごめん、たけっちゃん。じゃあ、向こうに行ってくれ。
ちょっとカメラを、の位置を下げますね。あ、下げるっていうか、こうすればいい。よいしょ。めでたけちゃん。タオルをですね、ごめんなさい、もうちょっと下か。タオルを、こう床にですね、こう広げてもらって、こう足を、あ、ごめんなさい、これ怪我してる方が。よいしょよいしょ。すいません。こう足をこう置いてですね、指の力でこれをこう掴む。掴む練習をしなさいと。こういう、掴む練習をしなさい。っていうことを教わって、だからもう足全体、指全体が使えるように、こう、なんですかね、足をこうピタッとつけた状態でこのタオルを持ってくるためには、もう指の力しかないんですよね。指の力で、こうギュッと持ってきて、で、あたけちゃんが乗ってるから掴めない。ギュッと寄せて、こう掴む。うん。なんかネットとかで調べると、逆にこれを、縦方向に、長い方向にこう置いて、こう足の力使ってどんどんこう自分の方に寄せてくる。こうギュッギュッギュッと寄せてくるっていうのもなんか一つのトレーニングで載ってました。なので皆さんもぜひ、インターネット等で調べていただければ多分すぐ出てくると思うんですけど、検索ワードとしては、浮き指っていうんですかね。指が浮くと書いて、指浮き、浮き指、どっちかだったかな。地面にですね、こう足つけた状態で、要するにこう、指がこう浮いちゃってる状態ですね。地面についてないっていうのが、症状としてあるらしくて、僕、それちょっと知らなかったんですけど、で、それだとどうなるかっていうと、つまりその、足裏全然使えてなくて、基本的にかかと重心になっちゃうそうです。指浮きの方っていうのは。で、かかとの、強い衝撃だけが、上の関節とか骨に伝わるんで、下手すると腰痛とか、肩こりとか、っていうところに、繋がってくるから、指浮きっていうのは直さないといけないっていうのが書いてありましたけど、僕はダンサーさんから教わったのは、とにかくダンスを上達するために足の裏をカエルの足のようにこう使いましょうっていうことでアドバイスいただいたんですけど、だから逆に言ったらダンス関係なく、まあもしかしたら普段の歩き方、姿勢の取り方で、こう腰痛とか、膝が痛くなっちゃったりとか、肩こりとかの原因になってる可能性もありますので、だから、ダンスも上手になるし、自分の関節、骨も守れる可能性があるということなんで、ぜひですね、このタオルトレーニング、タオルを床に敷いてもらって、足をつけて、そのまま、足を浮かせずに、指の力だけでこう、タオルを寄せてくる。持ち上げるっていうトレーニングをすると、足の指が鍛えられてですね、地面全体をこう、ね、大地をこう踏みしめるとか言いますけど、大地をこう、掴む。掴むというか、ね、とにかく広げた吸盤で、そうですね、だから掴むって考えちゃうとこう、ギュッてなっちゃうかもしれないんで、掴むというよりかは、地面に張り付くイメージですかね。ビタッと。うん。こうなってたら張り付けないですから。キッチン用の吸盤とかも思い出してください。あれはもうビタッとね、広がった状態でこう吸盤っていうのは貼り付きますから、足の裏も吸盤のイメージでやっていただくと、もしかしたら、ダンスにおけるこのグリップであったりとか、瞬発力っていうのが高まるのかもしれません。ぜひですね、検索していただいたらすぐ出てくると思いますので、ダンスの上達、もしくは、姿勢改善、歩き方改善にですね、お役立ていただければと思います。このトレーニングは、すいません、受け売りなんですけど、僕の発案ではなくてですね、新国立バレエ団のトップの、女性ダンサーの方から教わった、指導法です。もう、十何年前のことなんですけど、もう、はっきり覚えてました。本当にありがとうございます。皆さんもぜひですね、役立てていただければと思います。健康のためにも、もしかしたら役に立つかもしれません。今回はありがとうございました。聞いていただきまして、ありがとうございました。タイシアンダンサーキャバンでした。今週末も頑張りますよ。まるるー